天理大学附属天理図書館は奈良県天理市に所在する日本有数の規模を持つ図書館である。天理大学附属の施設であるが、同大学関係者、天理教教団関係者に限らず一般利用者にも公開されており、原則として15歳以上であれば入館、利用が可能である。蔵書は約146万冊で国宝。 重要文化財、重要美術品を含む和漢洋の貴重書、古典籍も多数収蔵されている。天理大学の前身は1925年に開校した天理外国語学校である。同校は天理教が海外布教のために必要な外国語力を持った人材を養成するために創設した学校であり、第二次世界大戦後の1949年に 新生大学の天理大学となった。天理図書館は、天理外国語学校開校と同年の1925年8月に命名され、それまで天理教各施設に分散していた図書を校舎一室に集めて1926年11月から2万6000冊を持って一般閲覧を開始した。図書館の建物は1930年に新築された。 東京帝国大学図書館館長の佐き正春からミネソタ大学図書館の設計プランの提供を受けこれを参考に設計されている。設計は京都帝国大学教授の坂静夫。実施設計は島田義香。思考は小坂井組である。運搬作業や基礎工事の一部は日野基信と呼ばれる天理教信者の労働奉仕でまかなわれた。 その後、増書の増加に伴い1963年に、当初と同じ坂静雄の設計、竹中工務店の施行で、東館が増築された。建物は、当時最新の知見をもとに建築され、増築を経ているものの80年以上を経た2014年現在も、内外装ともほぼ当初のまま使用されており、歴史的な図書館建築として、価値の高いものである。 天理大学付属の文化施設としては他に天理参考館がある。天理参考館は日本を含む世界各地の民族資料、考古資料を収集展示する博物館で1930年に開館した。天理図書館及び天理参考館のコレクションの充実発展については期待のコレクターとしての一面もあった中山章然の力によるところが大きい。 中山正善は、天理教の階層、中山美希の彦にあたる人物で、天理教、第二大神柱を務め、天理図書館、天理参考館の開館当時は二十歳代の青年であった。中山正善は、天理教の海外布教にあたる人材は、単に語学力を身につけているだけではなく、布教先の国の文化を深く理解する必要があると考え、 そのためには、世界各国の文化的背景を知る上で欠かせない、実物資料を収集し、参考に供するべきだと考えた。天理図書館、天理参考館の所蔵品の収集は、このような理念から始まった。中山正然は1941年に、京都の儒学者、伊藤仁斎、当該不死を外する伊藤家の蔵書である小義文庫を一括、購入するなど、 早くから就職家として知られたが、古典籍コレクターとしてその本領を発揮するのは、第二次世界大戦後のことである。大戦後、日本の社会は、混乱に陥り、旧区下、大名家などが長年にわたり伝えてきた蔵書や、古美術品が続々と売りに出された。また、財閥解体、財産税の課税などに伴い、戦前の大コレクターの中にも貴重な蔵書を手放す。 ものが多かった。こうした世相の中、GHQ は戦前に国家とのつながりが強かった、既成神道の神社を統制する一方で、仏教や新宗教についてはむしろ優遇措置をとり、これらは税制面でも優遇されていた。日本国内の著名な新宗教の一つである、天理教の代表者たる中山正前が多くの貴重書を収集できたのは、 こうした時代背景のもと、昭和20年代という日本の古美術文化財が大移動した時期に多くのコレクションを一括購入できたことが主たる要因と言われている。展示図書館は大学関係者や研究者に限らず一般利用者にも広く開放されている。国宝、重要文化財指定品は原本の閲覧はできないが展示会等で公開される場合がある。 館の出版物としては、天理図書館全本総書、機関紙、ビブリアなどがある。なお、天理図書館及び天理参考館の所蔵品は、東京都千代田区神田西基町の東京天理教館内にある天理ギャラリーにおいて、順次公開展示されている。天理図書館の所蔵図書は、約146万冊で、その中には、国宝6件をはじめとする多くの貴重書を含む、 特に結出している分野としては、日本文学関係の古写本、キリシタン版、インキナブラ、古地図などがある。日本文学関係では、源氏物語、竹取物語、伊勢物語などの古写本のほか、徘徊、レンガ関連、伊原西閣、松尾芭蕉関連などが充実しており、ひぐ一葉の竹倉部、夏目漱石の三四郎をはじめ、森鴎外、芥川龍之介、 長井家風などの近代文学者の自筆原稿も所蔵されている。また、珍しいものとしては、本能寺の編において、明智光秀軍の兵士として従軍していたとされる、本城宗衛門なるものある者が晩年に返事について言及している、本城宗衛門覚書が、蔵書として存在する。日本文学関連の古写本や漢岸本、日本書紀をはじめとする古典籍類には、国宝、 重要文化財指定品も数多い。国指定文化財以外の著名な所蔵品としては、1595年、オランダの地理学者オルテリウス館の世界地図帳1536年、ドイツの地図制作者フォーペル作の地球儀中国秋代の類書、英楽大典の古写本などがある。所蔵の古典籍には、学者、就書家などの蔵書を一括入手したものも多い。 中でも綿屋文庫、小木道文庫、吉田文庫の3件は、別置され、請求記号も他の図書とは別になっている。綿屋文庫は、中山家の屋号、綿屋にちなむもので、名古屋の石田元請求像の金世文学書、約1万冊、神戸の川西は六九像の徘徊書、約3000冊、京都の藤代東九像の金世文学書、約5000冊などを含む、 文学関係資料が中心で、書き守る文庫、東京大学図書館、社畜、畜霊文庫とともに三大廃会コレクションと評価されている。古義道文庫は、京都の儒学者、伊藤人祭、当該不死の家に長く伝わった蔵書一括で、論語古義、申し古義などの著述稿本類をはじめ、日記、書簡、蔵書、書用の印鑑などを含む。吉田文庫は、 吉田新党の浦部家に伝来した、神道関係書、古文書などの一括である。このほか、佐々木信綱旧蔵の何円文庫本、久家の三条西伯爵家伝来本、旧条公爵家伝来本、第二次大戦後に流出した、京都、当時旧蔵の古典石類なども収蔵されている。南海危機内放電巻一巻末張間国風土器、関東日本書記人代館、 竜冒徳文集、王洋文忠公衆、出典、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、急増社名中期については、文化財保護委員改編、観光、指定文化財総合目録昭和33年版1958による、ありがとうございます。